えー、12月1日日曜日ですね、えー、夜8時を回りました「えー、増田五郎の天マ・レディオ」「パーソナリティの増田五郎」でございます。よろしくお願いします。えー、ねなんかねいよいよね12月に入ってしまいましたねなんかもう月並みな話になってしまいますけどうーん,なんかもう年を取るとというか <laughs> 1年でこんな早かったかなみたいな。 えー、気持ちになったりしながらでまああの変な貯金のあたりだとちょっとまあ季節感的にまだそのダウンジャケット着るとかまあそんなこともない中少しひんやりしてきたかなみたいな、えー、12月がまたこう心地よかったりとかしながら、えー、移住してから2回目2回目2年目の12月を無事迎えさせていただいてることに えー、感謝の気持ちを持ちながらですね、えー、12月を迎ええー、っとねいつも言ってるんですけど、まあ、今年もう,もうほんといよいよですねこの僕が今年12月に、えー、ボーカルをさせていただくスペシャルセッションライブに沖縄ですねハウンドドッグのノ輪、えー、さん鮫島さん西山さんとさせていただくライブですね。 これがね初めてお話が出たのが7月か8月ぐらいでしてで、まあ、正式に決まったのがまあ、まあ、そうですね8月ぐらいで、あのーまあ、告知を始めたのが、えー、9月とかっていう中だったんですけどもようやくよ,ようやくというかとうとうというか、えー、本当に、えー、いざいざライブへっていう感じで。 12月がやってまいりました。えー、YouTube のご覧の皆さん、こちらでございます。ちえー、こ,れこれです、うんえー。スペシャルセッションライブに沖縄、12月19日ですね。まず、えー、木曜日、イタリアンレストランライブハウスガーラ。とってもおしゃれないいお店ですよ。なんかもう六本木かな、ここはって <laughs> こう思うような、ものすごくおしゃれな空間なんですけども。えー、そちらで、 えー、12月19日木曜日、オープン10時、スタート20時ですね、えー、前より3500円、えー、当日4000円ですね、でもうお入りいただいてから、えー、ワンドリンクはご注文をお願いいたしますというシステムになっております。でこちら、食べ物もとっても美味しいんでね、ぜひぜひ食べ物もね、えー、お出しい,いただきながらということで、でチケット、現在ですね、えー、宝レコードさん。 えー、あの国際通りの、えー、国際通り皆さん分かりますかね分か,り分かりますよね <laughs> あのテンブスってありますありますよねちょうど国際通りの真ん中あたりにテンブスってありますよね、えー、そこから、えー、牧師駅、えー、エビレールの牧師駅の方に向かって少し1 0 0ルぐらいかな2 0 0メートルぐらいかな,メートルぐらいかな多分ねの,あの牧師駅側ですねこちらに宝レコードさんっていうのがありますんでこちらでもチケットを。 えー、販売してていいただいております、えー、それからですね、えー、純ク堂那覇店さん、こちらはまあもう皆さんご存知でしょうね、えー、三重橋の駅を降りて、すぐですね、この FM 那覇の真向かいにあります、えー、すごく大きな立派な建物でね、もう本もたくさんありますんで、本を買いに来ていただく、ついで。<laughs> えチケットを買いに来たついでに本を買う。<laughs> まあ分からないですけど、あのぜひ、純駆動那覇店さんえ、1階の、おそらくですけど、1階のレジ、えー、周辺にそのプレイガイドの窓口みたいなものがありますので、分からなければレジの方にあのチケットを買いに来たんですよ、みたいなことを声をかけていただくと、えー、あこちらのチケットか買えますよ、みたいな話に、えー、なるんじゃないかなと思います。えー、それから、えー、チケットピアさん。 チケットピアと、えー、ググっていただいたいただくと出てきますその中で P コードっていうのがありましてそれが1 6 4 0 0 5四ゼロゼロ五と入れていただくと12月19日のイタリアンレストランライブハウスガーラの、えー、ライブの情報が出てまいりますそちらの方から購入をいただいてこちらも全席ね自由席になってますので、えー、早く買おうと遅く買おうと関係、えー、なかったりはするんですけどももう12月です 残り少なくなくっておりますので早めめにおお買いい求めくださいお問い合わせ先は電話番号098-869-2030、えー、こちらがですねイタリアンレストランライブハウスガーライタリアンレストランライブハウスガーラこちらがですね、えー、場所がですねくも交差点って分かりますかねあのー、沖縄タイムズのねあたりに交差点があって えー、そちらをちょっと海側に渡りまして、えー、入っていくと左側にやっぱりステーキさんの松山店かな松山店じゃないかな雲地店かながあったりとかそしてその、えー、名前ぐらいに行政屋さんがあるんですよ角に一筋目の角にその行政屋さんの角を右に曲がると右は5 0ルぐらいから行くとインタレー,ーンレストランドライバーハウスガラがございます、えー、これが12月19日になっております、えー、そしてですね2日目 こなんと2日目、12月20日、えー、ライブハウスモッズ、ご存知でしょうか、えー、チャタンのアメリカンビレッジの中にありますね。チャタン町三浜9番地1、デポアイランドビル E 館2階。若干ね、あの辺りね、ちょっと分かりづらい、なんていうんですかね、ちょっとこう、何てうんですか、迷路のような、えー、ところもあるんですけども、まあでも、 ライブハウス、モッツさんってどこですかって聞くと、あの辺りの人に、あのお,お店やってる方なんかに聞くと、必ず分かる、えー、場所ではあるのじゃないかなと思います。そちらも、えー、12月20日金曜日ですね、えー、オープンが10時、そしてスタートが20時ですね、えー、前より3500円、当日4000円。 こちらもですね入っていただいて、えー、バンドリンクご注文いただけたらなと思います、えー、当日ねちょっと詳しくわからないメニューは詳しく分からないですけどねモッツさんのご飯も本当美味しいんですよねもしねあのー、ゆっくりご飯食べたりお酒飲みながら、えー、ライブを見ていただくっていうのもなんか楽しいんじゃないかなと思いますんでこちらもよろしくお願いします、えー、こちらのチケットもですねタカラレコードさん先ほど言いました国際通りの えー、テンボスから少し、えー、牧師方面に行ったところですね。ね、宝レコードさん。そして、純駆動書店、那覇店さん。こちらも1階のカウンターで売っております。えー、チケットピア、P コード。こちら、先ほどと異なります。ね、P コードが164010。164010となっております。えー、12月20日金曜日ですね。ライブハウス持ズこちらも、ぜひよろしくお願いいたします。やっぱり、あのーな、僕も那覇に住んでるっていうこともありまして、やはり、あのー、 ガーラの方のチケットがね、やっぱり先行してかなり出ております。言っても、チャタンもね、そんなにね、那覇からしたら遠くもありませんのし、チャタンだともう,もう少し中部の方とかも、北部の方とかも来ていただけたらなと思います。こちら問い合わせ先が、えー、ライブハウスモッズ098-936-5708、098-936-5708、えー、となっております、ね。僕もね、ライブに向けて、 え毎日ですね歌のレッスンレッスン、えー、ボイトレリハなどを繰り返しながら、えー、小さい頃からの夢が叶うという思いをかみしめながら日々を過ごしております当日のパフォーマンスに向けてね相当集中しながら一生懸命やっておりますのでどうぞ皆様、えー チケットを売るっていうプレッシャーからね、少し楽にさせていただけたらなと、えー、思います、えー。先ほどのね、発売元プラス、えー、僕の会社ですね、株式会社アマハジセブンっていう会社を僕やっておりまして、カバハジ株式会社アマハジセブンのホームページを開いていただいて、問い合わせホームから大チケットを準備してくれよって言ってくれたら、そちらの方からの、 えー、やり取りもぜひさせていただきますので、えー、そちらからも、えー、お気軽にいただけたらと思います、えー、ずっとね中学から大好きで高校も大好きだった「ハウンドドッグ、えー、スピリッツ」というアルバムで「ホルテッシモ」が入ったアルバムで、えー、大きく、えー、すごく日本中の皆さんに知っていただく、えー、バンドになられた「ハウンドドッグ」その中の僕の大好きな曲これは当日やるんでしょうかね <laughs> 大好きな「ラストシーン」というバラードを聴いてください はいえー、ハウンドドッグで「ラストシーン」という曲を聴いていただきました、えー、この曲ね多分「スピリッツ」っていうアルバムが出たのは多分ですけど僕は高校1年生のうーん頃だったような、えー、気がします、えー、全然余談ですけど今急に思い出しましたけど <laughs> あの卒業高校僕はあの京都の平安高校っていう高校に行ってたんですけどもあのそのなんか卒業アルバムに なんか一,言一言というか,なんかそののの忘れました写真の横か住所の横か何かに、えー、卒業のコメントみたいなのがなんか乗るようなところがあってそこで一言書けみたいなこと言われてなな何文字はいないでみたいなのがあってその時ね今ほんと恥ずかしい話を思い出してまし僕その時ほんと大好きで高校3年生の時振り向いても眩しすぎる。 俺の,高俺の高校生活みたいななんか<笑><笑>、えー、ことを書いたようなことを今、えー、思い出してちょっと一人で笑いそうになってしまったっていう話でした、えー、ハウンドドッグでラストシーンでしたえー、とこっからねまたあの今日もね本を一つ持ってきました本を紹介させていただくコーナーに入ります今日はですね井礼聡の小さな家70のレシピ エクスナレッジってていいう出、えー、出版社が出ています入江さ哉先生はね僕もこの番組でたびたび言ってますが沖縄の家っていうのが書かれたりもう沖縄出身のね、えー、住宅建築家でもう今もう日本の本当の第一人者もう日本中の人が設計者が入江先生に憧れて、えー、勉強してるっていうような、えー、先生で、えー、僕もうん何年か前に先生の存在お知り 東京で住宅デザイン学校っていう設計教室をされてるっていうことを知り、えー、参加させていただきました。でそれでまあ僕は当時、えー、なんだろう住宅営業をしてたんですね。で何、まあ、でも営業しながらいらっしゃったお客様のために何かできることだっていう一生懸命やりながら平面図ぐらいまで書いて設計の人間にまあ、僕が書いた平面図を元にまあ、お客さんの要望はこういうことですよみたいなことを伝える仕事をしてたんですね。 で、なんか違うもっと違うもっと勉強したいって僕だ設計者じゃないからいろんな設計の知識がやっぱりちょっと薄かったんですねどっちかっていうとやっぱお金を動かす何て言うの気合で仕事をするみたいな部署にいましたんでそれ文化的な部分があんま知らなかったんですけどまあいろいろーんなんか入江先生っていう存在を知った時に 設計教室されてるとしてどうしても参加したいと思ってその事務局にご連絡させていただいたらまあにあの建築士の資格を持ち出しでしたら参加できますよと言ってくださって僕はあの幸い建築士の資格を持っておりましたのでえ参加させていただきましたでその時はもうね京都から東京にね行ってね花の都大東京に行ってねなんかもう全国からもうすごいやつが集まってくるんですよ本当に。 いまだにみんな友達ですけどね今でまあどんどん年を重ねて皆さん順番にみんな有名人になっていってますけど、まあ、すごい設計の人たちと一緒にし勉強させていただいて井レ先生にもねいろんなことを教えていただきましたでまずあのー、この大名ある「小さな家70のレシピ」っていうところのまあ、あのー、根本的な考えとしては、まあ、特に東京とかまあその都会あたりではまあ大きな家 ててるっいいうななかなか難しいんですよ、ね、まあ予算的にもやっぱりと土地がね、えー、高いし建物ももちろんまあ高くつきますけど建物はまあ全国そんなに大きく変わらないですけどやっぱ土地の値段が高いので比較的小さな建物を建てるっていう傾向になるんですけどもやっぱハウスメーカーの住宅展示場なんかをね家を建てたいなーっていう時皆さん見に行かれる傾向もあるかなと思うんですけども。 まあそこに行くとなんかこう天井が高いからいいでしょうとか、うん、リビングいいでしょう、うん、なんかアイランドのキッチンでとかそれは別に全然悪くないんですよい,いいだろうと思います床もタイルが張ってやっていいでしょうとか,、うん、なんか玄関のドアも背が高くていいでしょう開けたらふ吹き抜けてていいでしょうみたいなあ特にそれも全てあのやり方では悪くはないんですけどもそれがいいわけじゃないんですよね。 ね、それを、まあ、あのー、まあ、なんていうのかな、ハウスメーカーの、まあ、すり込みなんですよね。日本の、まあ、いろいろマスコミだとかね、あのー、テレビとかっていうのがすり込み、えー、みたいなことを、皆さんそろそろ気づかれている部分もあるかと思うんですけども、住宅だって、本当に、あの、ハウスメーカーの人たちのすり込みで、天井高いからいい。天井高かったら、なんでいいんですかなんで開放感があると思うんですかと。うん、もちろん、天井高いのが悪くはありません。ただ、 昔からの世界的にですねフランクロイド・ロイド・ライトもそうですみんな天井低いんですよ天井が低くてきれいな曲線を描いてまあ高いところもあるっていうところがもう世界的に文化的にやってきたところが日本のハウスメーカーが天井高いからいいっていうか日本人はみんな天井高ければいいと思ってるんですよね天井高いからうちの家でしょうとか天井高いから開放感あるでしょうってで まあ、イレ先生の僕もまあその時そこまでそういうことよく分かってはなかった部分もあったんですけどもなその学校に入らせていただいて一番最初に言われたことは天井は低く、うん、できるだけ低く、うん、そして天井に照明をつけないダウンライトであってもつけないダウンライトはたまにまあその用途によってはいいかとは思うんですけども本当にあの円盤みたいな照明をつけない それによって下に、えーまあ、重心を落とすことによって落ち着く空間ができるっていうのが伝統的な建築家の世界中の建築家有名な住宅建築家が皆さんやってこられた手法です。で低いところから高いところがあるっていうのもいいんです。全部低かったらいいってわけでもないんです。うん、でも全部低くても悪くはないんですよ。全部高いよりは全部低い方がいいです。まあ、でも、まあ、そんな 手法みたいなことを体感しながら実物件見ながら本を読みながら、えー、いろんな勉強をさせていただきました。えー、だから本当に皆さんね、僕もあのー、今まあ住宅とか不動産の仕事をずっとやってる中でほとんどの皆さんが天井高く高いのが家がいいなとかアイランドキッチンアイランドキッチン別に悪くはないんですよ。うんアイランドキッチンが悪いとかいうわけじゃないんですけども。 必ずしもなんか対面で子供の顔を見たいっていうことが必ずしもそれだけに何の価値観をっていうことじゃなくいろんな平行感覚で物を見ましょうねっていうことができればいいなと僕も思っておりますただ絶対要素っていうのはやっぱり取り入れた方がいいと思うので絶対にアイロンだが欲しい絶対に対面キッチンが欲しい絶対に天井だが欲しいっていうその、まあ、全部の人はまあいろいろ話はしますけどもそのうちの一つぐらいが本当絶対っていう要素であるならばそれはやっぱりその方の お気持ちだということで、えー、もろもろ挑戦しながら、えーまあ、いい空間を作るっていうお手伝いをやったりとか、えー、いうことをやっています、えー、なんかね、えー、いろいろそんななんかレ礼先生と出会って僕が住宅営業マンとして、まあ、僕も言ってもハウスメーカーではなかったですけど、まあ、そんな深い知識もなかったでもまあハウスメーカーみたいな真剣材を使うのではなく、えー、本当の 自然素材を使う住宅っていうのを昔から建てたんですけどもうんその中で知ったことっていうのがまずはその天井を低くする照明器具を天井につけないできるだけ建物の受信を低くするそれによって落ち着く空間できるんだよっていうことを体感させていただいた見せていただいたっていうことが、えー、僕にとってとても大きかったなっていうことがまず、えー、前半のお話になります。えー、そしてですね今今今日はもう今日ははももうううとといか月ずっとかな <laughs> 僕のライブに向けてのもうハウンドドッグの皆さん盛り上がってほしいんでこれもね先ほどと同じ「スピリッツ」というアルバムに入ってます「バッドボーイブルース」という曲を聴いてください。 えー、ハウンドドッグの「バッドボーイブルース」って曲を聴いていただきましたこれもねほんとこれもさっきと同じのね「あのスピリッツ」っていうアルバムなんで僕が高校生の多分高校1年ぐらいの頃に聴いた曲なのかなと思っております、えー、さっきのね本の話に戻りましてまあ入先生のね「えー、小さな、ね、70のレシピ」っていう本は、まあ、沖縄の皆さんやっぱりやっぱ木造建築に触れる機会が比較的少ないので えこの本を手に取られた方少ないんじゃないかなと思うんですけどそれこそ純駆動な果てに持ってますしアマゾンでも買えますのでまあ建築関係もしくは家を建てられるこれからなんかね今までの概念がこれがいいか悪いかっていうのは何での見られた方が感じられればいいし決めれば決められたらいいのかなと思うんですけどもん例えば小さな絵の考え方常識的な寸法を疑う。 場所を多義的に使う。あちこちに居場所を設ける。ちょっとした窓枠のところに座れるようにしたりとかね。うん、小さな家は国技術に優しい。小さな家は決して粗末ではない。小さな家こそおおらかに暮らす。なんかね、そのもん題名読んでるだけで楽しくなってくるでしょ。本当にね。小さな家は名作が多い。天井に照明をつかず、明かりの重心を低くする。天井は低めに、玄関はコンパクトに。 小さな家でも外物置は必要とかねなんかねこう多分ですけどハウスメーカーの家がいいなというすり込みが強い、えー、まあ日本人の感覚から言うとこの本を読むとなんか「おお」みたいなで写真もねいっぱい載ってるんで見たらそれだけにかっこいいなこの写真みたいなのもいっぱい出てますんで。 ぜぜひぜひご覧いいいたただきたいなと思います伊礼先生がねやっぱり、うん、東京に出て、うん、もうすぐ60になられるんで東京に出ても40年近くになられるのかな年配、まあ、実績を上げて一歩一歩上げられていろんな賞を取られてもう今ではもう住宅会の第一人者でいろんな賞の審査委員長されたりとかね沖縄でもされてますけども,、うん、もうそういう先生になられまして。 え僕もよくね色飲みながらとか <laughs> 飲んだり飲まなかったりしながらいろんなお話するんですけどもやっぱ沖縄にこれからの人生やっぱ恩返しもしたいただ自分はやっぱり、うん、受注がたくさんいただいてるから東京からはなかなか離れられないとでもやっぱ沖縄の皆さんにやっぱり自分が生まれ育った自分を育ててくれた沖縄龍、まあ、大の、えー、建築学部を卒業されてますんでねうーんあのー 恩返しがししがたいとよくおっしゃっゃてるんですよ、ね、でまあ沖縄はやっぱり台風も強いですし井出先生自体も沖縄で建物何軒か僕この最近でも建てられてますけどまあ完全に木造ではなかったりもするんですよねやっぱコンクリートの家それはまあ建て方、えー、建て主さんのご希望からっていうところももちろんあったりそれをだから完全に木造じゃないとダメだっていう押し切るようなお考えはお持ちではないんですけどもし今後も。 えー、コンクリートでも構造はいいいんじゃないかとそれはまあリノベーションも新築も含めてですけどねで、まあ、沖縄の建物って、えー、断熱材って分かりますかねと外の熱をね、えー、入れなかったり中の、ね、寒い、ね、寒さ暑さをしのぐような材料があるんですが沖縄の絵には基本的には入ってないんですよね全部じゃないですけどねでそういうものの考え方とかもやっぱり今の最新の考えがあってそういうのの勉強会のトップにトップの ト,トップグループにいらっしゃるのが井礼先生だしやっぱり間取りの作り方で構造はコンクリートであっても中の木の使い方の美しさですよね収まりの美しさ木をこう入れてこう入れる壁をこう作るっていう美しさですねあと間取りの美しさ、うん、無駄があったりなかったりっていう美しさですよね僕はそういうのを井礼先生が将来的に沖縄の皆さんに うーん見ていただきたい自分の恩返しとしてやりたいっていう思いを僕も何かお手伝いできたらなと思って仲間と協力しながらいろいろそういうところも進めたりもしていますで僕自身が今あの3件ぐらいあの新築を建てる依頼を頂い,いてまして、えー、まだ土地がねなかなかちょっと確定しないので明確な話にならないんですけども えー、その時にはご予算の都合が合えば伊礼先生の設計でその家を建てさせていただいたりとか僕自身もね沖縄でやっぱりその家を建てたいなと思ってるんで、まあ、近い将来伊礼先生の設計の新築もしくは、えー、古い建物のリノベーションみたいなことを依頼して、えー、僕の事務所であったり自宅が伊礼先生の設計で僕が伝えたいことはこういうことなんだとで沖縄のやっぱり建築関係の方はもちろん建築に関係ない皆様も 内地の超一流の方がやった建物ってこうなんだなっていうことを何か感じてもらえると思うんですよね見ていただくことでなんかそういうことをこれからも、えー、できたらいいなと思いながらえ礼、ー、先生とはねしょっちゅう沖縄にねやっぱり今、あのー、新築のご計画もあるようで時々いらっしゃってて、えー、その都度、えー、国際通りあたりで飲んだりとか、まあ、おもろ町あたりで飲んだりしながら 交そしてあの先ほども言いましたけど入江先生が今年12月でねあの60歳還暦をお迎えお迎えになられるんですよなのでまあその、まあ、ちょうどの辺りはお忙しいでしょうからね来年の1月だとか2月ぐらいに、まあ、先生のね還暦をお祝いする、えーまあ、先生のトークイベントパーティーみたいなことがねできればいいなとか、えー、計画をしたりとか しています、えー、沖縄の建築会はねとても素晴らしい、えー、皆さんでハイレベルな、えー、素晴らしい建物それはもう店舗も住宅もみんなやっぱり感度の高い皆さんがやってらっしゃるなと僕も感じるんですけども、えー、長年の伝統世界的な伝統を引き継ぎ東京のも第一人者でやってらっしゃる沖縄の先輩の入江聡さんのね えー、お力をお借りしたり、えー、実物件をみんな見たいなってまず思っていただくそのためにはまずこのレ「二トシの小さな絵70のレシピ」って今日紹介した本を読んでみたいないや先生の本これだけじゃなくて多分何冊ぐらいで僕の白が 5, 5, 5から7ぐらいは出てるかなと思うのでその辺り読んでいただいたりしながらどうしても先生に話したいって言ったら先ほどの僕の「アマ・ハジセブン」お問い合わせホームから。 こうこうこういう理論でどうしまいたいって言ってもらったらその話も聞いてみたりとかできることもあるかもしれません今日はねええ入江先生の入江聡の小さな入江70のレシピを紹介いたしましたええー、曲の方にね行こうと思うんですけども、えー、今回のライブに向けていろんな話をね毎週毎週してますけどもまあいろんな思いが僕にもありながら ハウンドドッグの皆さんに丸しきていただく方にもいろいろありながら僕は僕の思いがありながらやってるんですけどもえハウンドドッグのコアなファンじゃない限りはご存知のない情報ではあるんですけども「ソングスっていう曲がありましてこれはキーボードのミノアさんが作詞でボーカルの大友康平さんが作曲のバラードなんですけどもライブでは幻の名曲って言われて僕は若い頃はね本当に時々しかやらないのでこの曲やられたおおソングス歌ってくれた」みたいな でしたえー、その曲はなんかコンビレーションアルバムに入っているのを見つけて、えー、今僕あの iPhone の中に入っているんですけども、ね、皆さんに、えー、前もってお伝えいたしますとこの曲は僕は今回歌い合わせていただけることになっております「永遠に残れこの歌」「長い時を経ても」 耐えることない思いをお前に伝えようソングス はいえー、ハウンドドッグで「ソングスを聴いていただきましたこれをねなんか歌う自分を想像すると何かよく涙が出たりするんですけど <laughs>、えー、そんな「ソングスでございますえーね、全然まあまた、あ、ちょっと話変わるんですけども僕ね1年前1年ちょっと前ぐらいかなに糖質オフダイエットを始めたんですよ でまあ、これはもうちょっと医学的にいいかどうかとかまあ本当にちょっとその辺はちょっと置いといて、えー、雑談として聞いていただけたらと思うんですけどもまああのー、最初の僕の知り合いにねちょっと、あのー、コーチングみたいなのしていただきながら最初の2週、えー、3週間かなは、まあ、ちょっとかなりハードにやってそこからはまあ基本糖質を抜こうとっていうのをやりました最初の3週間はね、えーまあ、食べていいものが相当限られてましてはっきり覚えてないんですけど まあ鶏卵エビイカカニは良かったかなうん貝も良かったかなあと野菜もまあ結構あの根菜じゃなければいいものが多かったかなで調味料がかなり限られてまして塩か醤油かカレー粉ぐらいで油もダメだったんですよその3週間はでまあ僕仕事からまああの家にいないことも多いので、まあ、外に出たコンビニで、えー、サラダチキン 買っっっててててで玉をみたいな感じでやってましてこれがまたね不思議なことに、まあ、その先生の教えはその先生の教えですよ <laughs> 食べたら食べた分痩せるっていうよくわからん考えだったんですよだからめっちゃずっとお腹いっぱいにしてくださいそのもう限られた食材の中でっていう話でしてもうだんだん飽きてくるんですよもう一日目4日目なるのでも食べられなくなるんですよ油も調味料もないし食べられる種類も少ない。それでも。 先生と LINE しながら今何食べましたか昼何食べましたかどんだけ食べましたかみたいなこうやり取りをするんですよね。それでもう寝る前にはできるだけいっぱい食べてもう腹いっぱいでパンパンにして寝てくださいと言われるんですよ。それがまた食べられるものが限られてるからもう苦しくて苦しくてでも,もちろんお酒も3週間抜きました。っていうのをやってでまあそれはそんなね多分ね3キロぐらいしか痩せなかったんですよその3週間で34キロ痩せたかな。 でもね先生はそのままあとはまあ油とか取っていいけど基本まあ糖質オフの生活をしてくださいと、まあ、糖質もたまにはこん,こんぐらいだったらちょっといいですよ、まあ、玄米を少量だとかなんだかいろいろあったんですよねでまあそういうことやってるとねまだねさらにどん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 痩せたんですよでまあ今そのまま1年ぐらいキープして少しちょっと2キロぐらいは太ったかなーっていうのはあるんですけどまあでも基本今でもちょっと調子に乗って炭水化物をちょこちょこ取ったりするので っていうだけで今でも取りすぎたかなと思って例えばゆで卵と鶏肉ばっかり2日ぐらい食べたらまたガーンと体重が落ちるっていうまあまあその人曰くはもうそういう大切になってるから大丈夫ですよみたいな、えー、話をいただいたりとか、えー、したんですけども最近なんかほんとね、あのーまあ、結構ご飯もまあ少量で。 えー、まあでもなんだかんだ言ってとんかつ僕大好きなんですけどとんかつの衣も糖、ま、質、あ、だったりするんですけども、まあ、そのぐらいいいだろうと思って食べたりとかまあ麺も麺はあんま食べないですけど最近は、ね、スーパーにうちの近所金秀があるんですけど糖質オフのうどん糖質が三十何パーのうどんとか、まあ、あと米とか、まあ、そうめんとかパスタとか、まあ、カレーとかいろいろ売ってるんで、まあ、そういうのも利用しながら。 うーんなんかうまく糖質オフと付き合いながらできるだけ、えー、体重を増やさないように、えー、やっぱり今回のライブの話も、まあ、いろいろ共通はしてくるんですけど、まあ、自分自身もそうですしやっぱり見てくださる方もやっぱり見た目のね悪いよりはすっきりした見た目で。 えー、気持ちよくパフォーマンスする人間の方が見ててきっと楽しいんじゃないかなっていうところもあるんで、えー、そういうことを、えー、気にしたりなんか、えー、しながらなんかねこのねやっぱ涼しくなってきてね涼しくっていうかまあもう、まあ、も日本うん全土的にはもう冬ですけど、まあ、沖縄で辺りでいうとまあ涼しくなったなみたいな表現の今日この頃なのかなと思うんですけどもやっぱ食福が出てくるんですよね。 で変な話糖質オフのゆで卵とか鶏肉ばっかり食べるとあんま食欲出ないんですよでより相乗効果で糖質は取らないあんまり食べないっていうことなんですけどやっぱ炭水化物ご飯とかやっぱ麺とか食べるとお腹減るしあなんか麺食べたいなご飯食べたいなと思うなんかなんかこういう、まあ、甘いものはできるだけ我慢してるんですけど、まあ、そういう、ね、こともあるのかなと思いながら僕はやっぱりふるさとの京都のねうーん こととを思うと今頃ちょうど紅葉のシーズンでまあちょっとひんやりしてきた毎日の中でやっぱ食べ物がおいしくなるんですよねでまあ僕もそんなねあの庶民なので高級な和食屋さんとかそんな行かないですけど例えば県人寺丸山さんっていうねすっごい会い懐石料理屋さんがあってもうびっくりするぐらいうまいんですよ是非一回は体験してください。もうこれが会席料理かと その辺の旅館で食べてた料理とはちょっと違ったなっていう経験まあ県人事丸山さんに限らないんですけどあの辺りの一流の料亭に行ってランチでもランチだったら5000円ぐらいで3000円とか5000円で食べられるのもあるんで無理して食べていただいて、えー、体感していただけたらなとあとポント町とか木山市とかをねこのぐらいの季節夜プラ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 酔っ払って歩くと楽しいんですよねでなんか良さそうな店ちょっと入っては飲んでね ね、友達と会って話すみたいなのもなんか楽しかったななんていうのがやっぱりこう,こう涼しくなってね来ると <laughs> 昔を思い出すというかなんかそのおっさんならではのえー、部分が出てきます僕は本当に僕はまあ本当はそんなことよりもうどんとかねお好み焼きとかねうどんもね本当にいろんなおいしい高級なところから庶民のね力持ちとかいろんなのがあるんですよおいしいのが。であとでもね、えー どうでもいい話かな阪急電車ってあるんですけどまあ日本中立ち食いそばうどんってあるんですよね電車の沿線にで阪急電車の沿線には阪急そばっていうのがあるんですよ。でそれが駅構内にあったりとかまあちょっと外で出たところにあってまあまあその駅のね成り立ちによって多少違うんですけども僕は西京極駅っていう阪急電車の西京極駅っていうところの近くにあのー、まあ小学校から大学ぐらいまでいたんでまあそこのうどんと。 炊き込みご飯と、まあ、シューマイがああった今あるのかなシューマイとみたいなのう大好きでなんかねあれ食べたいなってたまになんか何でもないうどんなんですけどねなんかあれ食べたいなと思ったりとか、えー、することがあったりしながら沖縄も東京も京都も、えー、みんなね12月に、えー、入っちゃいましたね。 12月1日の日曜日の増田五郎のアマ・ハレディオそろそろ別れの時間が近づいてまいりました、えー、今日のオープニングでもねお話ししたように12月19日の、えー、ガーラでのライブ、えー、20日での、うん、20日チャターン持つのライブハウンドドッグの水山やまさ美濃ひとしさん、えー、ベースの鮫島秀樹さんギターの西山武さんと一緒にライブさせていただくっていう,もう夢のような ライブがもうすぐありますんで、ぜひ、ぜひ、お越しいただけたらと思います。えー、株式会社アマハジセブン、アマハジセブンとググっていただいたら出てきますの、ね、で、そちらの方からよかったらお問い合わせください。そしてリクエストや不動産相談、建築相談、なんか何でも結構です。送っていただけると楽しんで、えー、どんどん送ってください。お待ちしております。えー、じゃあね、えー、まだまだ日曜日のね、 素晴らしい夜の時間を続きます。引き続き楽しい夜をお過ごしください。このあたりで今日はお別れいたします。パーソナリティの増田五郎でした。どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。